はい、どうもブロです。今回はこのハンチ部分の完全溶け込み溶接を想定した溶接をやっていきたいと思います。ガウジングを使用し、裏ハチのやり方も解説していきます。板厚は 19mm の付き合わせで組み立てします。ルート面は 2mm ほどで取りました。大体この幅が 32mm あります。まあ、32なんで、脚長のこと考えると25ミリぐらいまでが限界のタブなんですけども、まあ、こうやって叩くと割れます。これを、まあ、こんな感じですね。だいたいこれが貝先形状に合うようになってるんで、まあ、こんな感じですね。両方取り付けていきたいと思います。溶接機は YD500GG3、 これガウジング付きのパナソニックの溶接機になります。だいたい電流はまあ300アンペアぐらいに合わせて、まあ、落ちたこと考えて290ぐらいになると思うんですけど、それぐらいの方がまあ一番やりやすいんじゃないかなとは思います。急いでる時とかはね、もうちょっと上げたりする場合があるんですけども、だいたいこれぐらいの設定値でやった方が比較的やりやすくて、血管とかも入りにくいかなとは思います。で、初期が180、気持ち下げたら150から180ぐらいの間で設定してます。で、クレーターはだいたい200の 24V で、必ずまあ有溶接するときは初期クレーターはあった方が絶対やりやすいです。まあ、こんな感じの設定でやっていきたいと思います。で、今回の材料 SS400 で400ニュートン級炭素鋼に該当するんですけども、でワイヤーが MG55 を使用します。 YJW18、 この場合はパスカン温度は450度以下で行うことができます。だけどその代わり入熱量が30キロジュールなので、溶接速度は結構早めにしないと結構超えちゃう場合があると思うので、まあなるべく溶接速度は早めにするっていうイメージでやっていきたいと思います。こんな感じで取り付けたんですけども、この最初の一発目なんですけど、この隙間あるじゃないですか。この隙間をいきなり本電流で埋めるともうズボって抜けちゃうんで、この端からこれぐらいですね、これぐらいの時に初期でスタートして、プールをこっちに流し込むっていうか落とすんですよ。で、落として一回やめます。このビードがここの隙間に埋まって固まった状態から本電流に切り替えて、もう一回再スタートしてこう進む感じ。補足なんですけど、初期電流で、まあ、ここからスタートしますよね。で、プールを垂らす時にワイヤーがこう先行に先にしちゃうと、この隙間にピュッていっちゃうんで、プールを溜めてから、このプールの上にワイヤーを乗せて、プールをこの垂らすイメージ。で、プールを垂らしながらワイヤーを狙うので、抜けないんですよね。で、その時は必ずこの隙間にワイヤー行ってることになるんですけど、まあ、その状態で垂らした時に、ここにまた戻って、本電流クレーター処理を一瞬で切り替えるっていう感じですね。隙間とかこう空いてる場合は、まあ、これぐらいだったらおそらく抜けないんですけど、まあ、300アンペアぐらいだったら、まあ、ちょっと前後ウィービング入れながら熱逃がすような感じでさーっと進むと抜きにくいと思います。まあ、本来だったらさっきのハンチだったらここに、まあ、エッジのウェーブがあって、まあ、邪魔板みたいな感じになるんですけど、撮影がしにくいのでちょっと今回はなくさせてもらいました。ちょっとここ抜けちゃったんですけど、まあ、実際抜けたことも想定して裏もはつるのでってことで勘弁してください。裏はつりするので、まあ、ここでもしか欠陥になってても問題ないです。で、次はまだこの隙間が埋まってない状態なので、本電流でいっちゃうと
抜けてしまうので、初期でスタートして本電流で一瞬出してクレーターですね、最後のクレーターの電気でちょっとこの隙間を埋めて一旦冷やして再スタートして埋めるような感じですね。ビードの牙をアークで狙って進んでいくっていう感じです。こっちは隙間埋まってるんで本電流で一瞬行ってもまあ抜けないとは思うんですけど、まあちょっと気をつけてやっていきたいと思います。こんな感じですね。次は本電流で行っちゃっても全然抜けないです。でこのままビードのキアを狙ってやっていきたいと思います。でパスカン温度は多分全然超えないですね。超えないです。こんな感じですね。で次にこの上ですね、ここからスタート、本電流でスタートしてやっていきたいと思います。2パス目のビードの牙とこのビードの牙を溶かすような感じで、このビードの頂点ですね、この辺にかぶすようにウィービングして端までいきたいと思います。こうやってみたらこっちスタート側なんでちょっとビードが多くなってんで、こっちのクレーター側からスタートしてやってみたいと思います。まあ、大体こっちの上は 0.5 ミリ残しぐらいですね。まあ、スタートはまあやりたい方でから進めばいいと思います。だいたい 0.5、0.5 残しぐらいにはなりました。で、次この斜めになってるんで、上から持って手前持るとちょっと見た目が悪いので、3パス仕上げぐらいで上がりましょうか。はい、だいたいこんな感じで仕上がりました。で、次、裏はつりですね。で、ひっくり返したんですけど、やっぱここの抜けたとこが、すごいことになってるんですけど、まあ、これちょっと飛ばすんで、まあ、問題ないです。でこっち側の板にが貝先取ってた方の板なん でこれガウジングカーボン8ミリうち使ってるんですけど、まあ、最初は結果になってるんでその部分を、まあ、外れ取らないといけないんですけど、まず一気に外ると
深さ調節とかもやりにくくてちょっと難しいので、僕がやるやり方は1回目この薄くさーっとはつっていくんですよね。ちょっとうまく血管を残しながら少し溝を作ってあげて、まずさーっと走ります。道しるべを作るみたいなイメージですね。ちょっと1回そんな感じでやってみたいと思います。で、8ミリの場合はだいたい400アンペアまでが適正ですよっていう、まあ、ことは箱に書いてあるんですけど、ちょっとあの400まで上げるとガウジングのカーボンの先っぽがちょっととんがりやすくてですね、あのとんがった状態でガウジングすると解析形状もとんがってしまうんですよね。なのでなるべくガウジングを行うときはこのカーボンがやってるときにあの丸くなるような感じでハツリ取っていきます。なのでだいたい350ぐらいで自分はいつもやってます。ちょっと汚いんですけど切り替えを行うと溶接機の右側が点々点になりましたね。これでガウジングの状態。まあ、大体こんな感じですね。この形状をなるべくこういう丸くなるようにはつった方が埋めやすいので血管にもなりにくいかと思います。で、検査なんですけど結構うるさい時こういうカスがですね邪魔して溶け込まないで引っかかったりとかする場合もあるので、まあ、できればここはグラインダー処理した方が間違いはないんですけど、まあ、一応自分はそのまあ、これぐらいだったら、まあ、しっかりそのアークで溶かし込めば傷とかにもなったことはないので問題ないとは思うんですけど、まあ、やり方ですね。この上から第1回走って2回3回3パスで仕上げます。どんな板厚でもこれぐらいの深さで自分はやるようにしています。なるべくですね、あの溶接速度は早めに薄く持った方が中身は良くなると思います。まあ、こんな感じですね。でやっぱりまたここ隙間できちゃうんで、まあ、これも最初と同じで初期でスタートしてプールを流し込んでからスタートするような感じでやってください。でこのタブの付け方は次この逆にするんですよね。解析側の最初埋めたビード波って広くなってこっちがあの細くなるので、まあ、一応これに合わせてやるといいのかなって勝手に思ってやってます。こっちの方がうまくぴったり合うんですよね。まあ、1回目はこんな感じですね。で次にこのビードのケアを狙って貝先をまあ1ミリ残しか 0.5 ミリ残しかぐらいにしていきます。
今回は失敗もあり、見た目も普通の仕上がりになってしまいましたが、何か一つでも参考になれば幸いです。これから暑い季節になっていきますが、皆さんご安全に。最近の仕事の画像です。ご視聴ありがとうございました。